はい、そうですね、まず、まあ、今回、今のカードに、今現在決まっているのが美代子さんと、牛井さんのカードが決まってまして、その他今日出場予定選手としてアンバ選手で、今のところは最終的に今、杉山選手、そして、石岡選手が今回はグラップリングで、まあ、ちょっと怪我があるのでグラップリングで出たいっていう中で言ってます。はい、対戦相手が見つかるかもう含めて2人とも、で、まあ、ある意味オールスター的な感じで8月はやると思います。まあ、そこで、今回の、メインカード、まあ、富安選手、まあ、前回の2月の大会で、まあ、相手が KO オーバーということで、まあ、暫定王者として試合を行って、まあ、結果的には、向こうの反則負けという形になりました。で、まあ、まあ、暫定が名前が的にはあんまり暫定って良くない話ですが、まあ、別に暫定でも本当じゃなくていいんですけど、僕は実際にはまあ、どうしてもやっぱりああいう形で決勝戦が中途半端な形になっちゃったっていうことで、まあ、暫定というのについての中で言うと早めにその再戦を行いたいという意向がやっぱり暫定、本王者ということで、この間すっきりしなかったところをやっぱりはっきりさせたいという部分がありました。まあ、予想しないし自分の予想ししなくれるとは、まあ、来てきたっていうのは自分でもびっくりなんですけども、ね、まあでもなってしまったからにはしっかり気持ちも王者という気持ちでしっかり試合しなきゃいけないし、まあ、本当言わせてもらうと1試合水木選手、まあ、自分なりとも挟んでもらってしっかりやっぱり結構軽量バーっていうのが結構自分なりにそんな思ってなくても気持ちの中では結構ショックだったっていうかの部分もあって、本当に次ちゃんと52キロで落とせるのかっていうのも、もちろん水木選手はしっかりしてるしいい子なんでそんなに同じ過ちは絶対しないとは思いますけど、やっぱりどこかちょっと不安な部分っていうのはあって、だったら52で一回どっかで落として試合してもらって、あ、もう大丈夫なんだっていう気持ちでもう一回やりたいなっていう気もありましたけど、現状選手のね、熱考えるとやっぱやる人は水木選手しか今いないなっていうのはあって、で、まあ半年経ってるし、自分も試合終わってからすぐ練習環境とか全部また見直してやったんで、うん、まあいい機会だと思います。練習環境みたいなものでは、はい、前回の試合、イベント多かったから、どういうふうな練習をみたいなのがありますか？そうですね、それを言う、うちのお父さんにそれは言ってくるなって言われたんですけど、プラスなことあれなんですけど、まあ、そうですね、基本から全部見直したっていうか、体力面とか、基本的なパワーだったりとか、それは今、そういう練習をしてみて。全くできてないんだっていうか、その中で戦ってきたっていうのがあるんで、今それが自分でも、まあ、年も年ですけど、毎日進化してるっていうのを感じれる環境ではあるので、まあ、前回とは全く違う自分が出せると思って、まあ、やってますね。はい、正直、体力取りマッチとか。まあ、しょうがない、それしかない、ないですね、ないんで、もうやるしかないし、まあ、相手は世界でも、日本でもトップレベルなんで、もちょっとこの前はヘマしちゃいましたけど、今回勝てば誰も文句言わないと思うので、気合い入れていきます。何回でも戦ってみて、最近じゃないですか、はい、何回やってみて分かったこと。どうしたらいいなと思います。そうですね、私の頭の中では戦ったらやっぱり世界であれだけ活躍している人なんで、
相当差があるんじゃないかって最初は思ったんですけど、結果から見たら負けというか、まあ、話し合いになっちゃいましたけども、まあ、どうにかしたらこれ勝てるレベルというかところにはいるんじゃないかなと、そこまで差はなかったように感じましたから、そうですね、練習したり磨けば追いつけない差ではないと自分では感じました。周りが見たらどうかわかんないですけど、肌合わせてみて自分ではそう思ったんで。この辺、前回からの時間で見つけるかな、手応えみたいなのがある。そうですね、手応えは相手も絶対に練習して伸びてきてるとは思いますけど、自分的にはやっぱり仕事だとかいろいろ限られた時間の中で、あの自分をスキルアップする時間をどうにか作ってレベルアップできてきてるんじゃないかって、まあ、実感をしてます。まだ時間もありますし、もっと、はい、厳しい練習して、はい、レベルアップしていけたらと思いますけど、はい、今回は1グラムでも増したら資格っていう、そんな聞いてなかったんですけどでも正直、まあ、何も挟まずにこの試合なんで、また軽量オーバーですけど、まあ、そんなことは、まあ、あちらももうプロですし、2回目はないとは思っても不安な部分っていうのはあったので、なんかそういうのを逆に佐伯さんがその時に私の気持ちを代弁してこう作っていただけたのかなって思うとありがたいと思うし、びっくりしましたけど、あれ聞いたの聞いてなかったんで、はい、米十字、はい、悔しい、はい、負け方したそうなんですけど、今回なんかイメージして勝ち方にしますか。ああ、ちょっと一番大変なってる私なんで、そこは2回目はない、させちゃいけないし、自分がやるべきことだと思うんで、打撃はじゃあ強いんですけど、そこも食らいついていけたらなぁと思います。寝技では負けないようにしないと、こちらもいろいろ充実の試合とかで、ね、一応強いと思うんですけど、最近やっぱり試合が、充実の試合ではほとんど出てなかったというか、いつ出ると相手が一緒っていうのがあって、あまりちょっと気を抜いてたなっていうのがあったので、やっぱり充実の試合をやって、打撃もやってっていう形で、一回練習させて。こちらでも勝負できたらなと思いますけど、はい、個人的なことなんですけど、8月9日うちのお父さんの誕生日なんで、あの多分うちの変なメタルヘビーメタル家族が来るんですけどあのお父さんがいいよいいよって言うんですけど、勝ってみんなでこう私のヘビーメタルメロイクサイン家族でやってお父さんの誕生日プレゼントにしたいなって思ってるんで、しないとうちのさんの4の字固めとかをかけてくるんだ、私そっちの方が恐怖なんで気合い入れていつも以上に気合い入れて頑張りたいと思います。見えた家族、お父さんも、お父さんもですね、だいたいあのライブ行って同じT シャツ4枚家にあります見た目は普通なんですけどね、まあ、前回はいろいろあったんで、今回はすっきりと本当に勝負に集中できるように、そしてしっかりみんなの前で勝って、暫定ではありますがちゃんと正規王者に なれるように、あとはその試合でしっかり女子のレベルも男子に負けないレベルなんだぞっていう試合をして、お客さんを盛り上げて女子格闘技の存在をもっとアピールできるようにしていきたいと思いますので、皆さん来てください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。
すいません、個人的です。